加減するんじゃねえぞ。行くぜおめえら、突撃。さあ楽しんでいこうぜ。これからだ。流れを変える。よーく味わってくださいね。こいつで味わってくださいね。こいつで、ね、これでいい試合だったぜ。またな。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。準備はいいか。みんな行くぜ。おめえら突撃。しゃあやってやろうぜ。さあここからどうする。おめえに決めたぜ。しゃあ行くぞ。ナイスな一撃だ。よっしゃ、流れを変える。これでどうだ。シェイ、ファイター撃破。行くぜ。ほーら、これでどうだ。どうだ、決着だ。
当ててよかったな。やる気しないよ。強くなろうぜ。泣いて謝っても許しませんよ。始めようぜ。任せといて。俺の番だな。ぶちかまたい。ほら。俺の番か。Come on, get some! 全力でいくよ。せい、ゆって。ガンガン行くね。おわし。相手してやる。ん？どこ？いくぜ。いや。行くぜ。次だ。よしだぜ。
また成長しちゃった。出てきたな。まだやろってんのか。行くぜ。お近づきの印です。いかがです。いいの。俺の気持ちは。お前の気持ち伝わったぜ。たんじゃねえか。よし。
なあ。準備はいいか？集中していきましょう。行くぜ、おめえら！突撃！みんな、勝ちに行くか！おめえに決めたぜ！決めたぜ！こいつで！シェア！ファイター撃破！よっしゃ！
流れを変える。ここだ。よっとっと。必殺が決まったぜ。おめえに決めたぜ。こいつは効くぞ。こいつで。どうだ、決着だ。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。準備はいいか？絶対勝とうね。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。さあここからどうする。おめえに決めたぜ。これでどうだ。よっしゃ。さあここからどうする。流れを変える。行くぜ。おっとりファイト！ここだ！ありゃあ！おお！よっ！
し、練習通り。こいつね、おめえに決めたぜ。流れを変える。こいつで、よっしゃ、ナイスな一撃だ。これでどうだ。どこから攻める。おめえに決めたぜ。必殺技のチャンス到来。流れを変える。ファイト、行くぜ。ジャストミート。準備はいいか。行くわよ、あなたたち。スジモンバトル開戦だ。さあ、戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを。おっと、ここでファイターを入れ替える。盤面が変わりました。それを整えるようです。こいつは引くぞ。そうや。盤面が変わりました。行くぜ。ひとあっと、ここでファイターを入れ替える。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。強烈な一撃。おっと、必殺技の気配がしてきました。両チームとてつか。あっと、体勢を整えるようです。
行くぜ。よっとっと、顔面が変わりました。それ、うん、たまらずダウン。勝負は時の運。おっと、ここでファイターを入れ替える。こいつで強烈な一撃を。あっと、そろそろとっておきが飛び出すか。顔面が変わりました。よっしゃ、戦いの熱。おっと、体勢を整えるようです。ここでファイターを入れ替える。よっしゃ、大ゲッツ。大ダメージだ。一つのミスが命取り。緊張が走る。顔面が変わりました。よーく味わってくださいね。たまらずダウン。体勢を整えるようです。おのは勝負あり。ふう、勝ててよかったな。非常に素晴らしい戦いを見せてくれました。ありがとうチーム春日。次戦も期待しましょう。気合い入れるか。
What you looking at? What are you staring at? Yeah.開けてみるか。開いたぜ。ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？いつでもやれるぜ。ようこそ。どの試験を受けますか？また来てくださいね。よし。
アロハ。ハロー。えい。日本の漫画が英語版で売ってる。こっちでも結構人気あるんだぜ、アニメも。へえ、そうなんだな。まあな、タクシーやってる時は買い。なるほどな。ただそうなってくると日本人客にはまだこっちで掲載されてない最新話のね。そういう危険もあるのか。これ日本のや。海外版だとロゴデザインが違って雰囲気。へえ、漫画と。うん、最近は絶版になった本もスマホや何冊でも好きな時に読めて、いい時代になりましたな。じいさんみたいなこと言うな。そうだな、スマホにあるの。ほん、じいちゃん。しょ、いいでしょ別に。いつ読ん。俺もこれ大好きだったんだよ。どうし。よっしゃ。調子いいね。やんのかこの野郎。全力でいくよ。俺の番か。腰抜け野郎が。次ここまで風いい調子だぜ。出発するか。開けてみるか。やったぜ。やっぱ家賃とどうなんだろう。ネットで調べてみようか。私結構好きなんだよね。ああ、ちょっとわかる。ちょっといい家とかで言う。ってことは月30万超え。露骨に一番のテンション下がってしまった。仲良し。安全運転。ハワイはホテルも車もでかいな。どこ見ファストフードも日本の感覚で注文。 M サイズのつもりで頼んだら LL サイズ。確かにな、こっちのサイズに。あれ、なんか小さくね。そう
そうかもね。時差ボケ。よっしゃこのお店綺麗なお菓子多くて楽しい。駄菓子好きなんだな。うん、カラフル。まあ駄菓子屋さんとか。え、行ったことないんだよ。そんじゃ日本で俺くじとかもあって面白いんだ。へえ、や仲良し。また距離が縮まったな。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。キリュウさんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。要人ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。ああ、そうしよう。
いらっしゃい。どの曲にするかな。この歌を送るぜ。はい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 。我ながら素晴らしいぜ。どの曲にするかな。片思いしたあの子に告って振られたよ。一世一代のラブレター読まれて破られた感
ひび割れた気づいぬまま日が暮れた。お前が好きだったあの子の彼氏、聞いたところによるとサッカー部のキャプテンでイケメンで文武両道、偏差値も身長もお前より20も高いらしいよ。こりゃもうお手上げだね。あこの旅はマジご愁傷様。いやひどい目に遭いましたよ。ずっと目で追ってたもんね、超激マブな彼女。実は付き合っても4年になんだって。え、4年、そんな前から。さすがに普通気づくだろう、マジ鈍感すぎるぞそんな中よ元気出せよガッと気分入れ替えなきゃ。そうだ、俺とハワイでも行くか。涙でぐしょ濡れの悲しみは消えることない。タオル回して踊り出せ。サマーデイ南国補正でモテモテさ。中小様、はい、石田うーゴー中小様。おお、いい歌歌うじゃねえか。よう、トミー、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ遠慮なく。ふう、今日も酒がしみるね。結構いける口なのか。どうかな、ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出されたみたい。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。まあな。けどどんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になんだろ。あれはかすり傷ですらねえよ。あんなの組にいた頃は日常茶飯事だったからね。どんな日常だよそりゃ。周りからはどん底の一番って言われたんだい。その辺はちょっと年季が入ってんだぜ俺は。ええ、ベテランの苦労人ってわけか。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか。余計なちゃちゃ入れんなって。へへへ、悪い悪い。で、ある晩
声かけた子が彼氏持ちでさ、間の悪いことに俺もヘベレキに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ、店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あん時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ？焦んなって、今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の死で服が汚れようがあいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。マリーさんならそんな風には思わねえよ。そう言ってくれるのはありがてえけど、実際のところどうかわからねえ。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか？確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ？もちろん、出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から彼女のものだけがきれいさっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか、俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ？あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって今教わったよ。そういや確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あん時はすまなかった一番。じゃあ一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。おい、ありがとうよ。
ハロー。アロハ。何でもできそうな気分だ。全力で行こうぜ。集中していきましょう。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。さあここからどうする。おめえに決めたぜ。これでどうだ。行くぜ。みんな頼むぜ。これでどうだ。必殺技のチャンス到来。行くぜ。これでどうだ。楽しくなってきたな。よっしゃ。ここからどうする。これでどうだ。どうだ。行くぜ。ファイター撃破。流れを変える。これからだ。行くぜ。オーケー。相手さん、いい面構えだぜ。おめえに決めたぜ。ナイス。オーラ。よし、練習通り。それ。流れを変える。これでどうだ。ナイスな一撃だ。行くぜ。おりゃあ。何でもできそうな気分だ。おっしゃ、おっしゃ、今日はついてるぜ。
安全運転で行こう。じいちゃんはフラダンス踊れんのか。まあそれなりにね。バレエとか日本舞踊、一番はダンスとか。別にいいけど。よっしゃ。怪我するぜ。手加減はなしだ。しゃあ。ただのおしまいだ。任せといて。ぶちかます。やるのか。ほら。行くぜ行くぜ行くぜ。ほらほら、これで調子だぜ。悪くない気分だぜ。気持ちだ。受け取ってくれ。
いい感じだな。後悔するなよ。全力で行くよ。ぶちかます。俺の番だな。さっさと来い。もらった。いや、水にまでしっかりと。俺の番か。やんのかい。ハゴー。どうや。来いよ。任せといて。いい調子だぜ。よし、安全運転で行こう。You gotta try. やんのかこの野郎。全力で行くよ。こうねえのか。カバー。ほら、来いよ。ガンガン行くぜ。行くぜ。俺の番だな。シーアゴー。ゴーアヘッフリーショット。任せといて。よっ。ぶちかます。吸収が早いのよね。よし、ちょっと何？あ、ハチミツ買ってこうかな。ハワイのお土産でハチミツも結構。ハワイのハチミツって？そりゃあまあ、花の蜜で味。マカダミアナッツの蜂蜜はちょっとビターで。へえ、そう。マカダミアナッツって驚くとこそこなんだ。仲良し。深く知れた気がするぜ。Hey, you there. Guess I'll skip the ship. さあ、行きますか。Please hand over here.どうぞ。任せといて。ビビってるか。相手してやる。ガンガン行くぜ。俺の番だな。どうした。行くぜ。はっ。俺の番か。叩き潰す。Here's your ticket to hell。 来いよ。いつでもいいぜ。 This one's a doozy。全力で行くよ。ぶちかます。相手してやる。
Let's go. You all talk. I don't got all day. Give me your best shot. 終わらせる。任せといて。また成長しちゃった。ちょっと休んでいこうぜ。よう一番、ちょっといいか。相談したいことがあるんだ。相談？おお、喜んで付き合うぜ。相談ってのはマリーのことでさ、こないだ話したろ。俺が無職送りにされた後、彼女は追い詰められて姿を消した。多分俺に探されたくねえんだろうけどよ。もしあいつがどっかで幸せにしてるんなら俺も嬉しい。それで彼女の友達何人かに久しぶりに連絡を取ってみたんだ。マリーがどうしてるか、何か知ってる人がいたら情報ねえかなってさ。もしかして居所が分かったのか、マリーさんの。結論から言いや、まあそうだ。まだ確かな情報ってわけじゃないんだけどな。なんかあんまり嬉しそうじゃないんだ。マリーさんの居所が分かったのはいいことだろう。ああ、そりゃそうだ。今までは完全に音沙汰なしで、無事でいるかどうかも分かんなかったからな。それでも浮かない顔なのはなんでだよ。
マリーの友達から聞いた話だよ。彼女、俺がムショに入った後相当参っててさ、勤めてた会社辞めたの俺も聞いてたんだけど、身近な友達とか知り合いとも距離取ってたらしいんだ。で、どうやらハワイからも出てったんじゃないかって噂にもなってた。そっか、だからおめえがマリーさんを探してもすぐ見つからなかったんだな。あ、けど今になってハワイのビーチでマリーを見かけたってやつがいてさ、どうやらその辺に住んでるみてえだ。遠目に見た限りじゃ元気そうにしてたらしい。それでこれからどうすんだ、トミーは。マリーが立ち直ったのは何年も時間が経って俺とのことをすっかり忘れられたからかも。だとすると俺が会いに行ったら迷惑じゃねえのかな。いや、そんなことねえだろ。おまけに俺はムショ出てから病の元でろくでもねえことばっかやってたんだぜ。どの面下げてマリーに会いに行きゃいい。それにあいつにはもう新しい彼氏がいたり家庭を持ったりしてるかもしれねえんだ。トミー、こんなこと相談されても困るよな。でも俺はどうしたらいい。おめえが近づいてったらマリーさんの迷惑になるかもしれねえってことだよな。あ、それで迷ってるんだ。悪いな、お前だって立て込んでるのにこんな話。だからよ、思ったことをスパッと言ってくれ。客観的に見てどうよ、俺はマリーに会いに行ったりしてもいいのか。正しい答えなんてわからねえ。俺から客観的に見たってそうだよ。まあそうなんだろうけど。だから大事なのは、例えば10年20年経ってその時トミーが後悔しないようにすることだ。確かにおめえが彼女に会いに行くことで迷惑になっちまうかもしれねえ。だけどよ。ん？そいつ、彼女が幸せでいるかちゃんとその目で見届けてからの話なんじゃねえか。もし彼女が困っていたり助けが必要な状況だったら、それを見過ごすわけにはいかねえだろう。うん、そりゃもちろん。なんだったら俺がおめえの代わりにマリーさんの様子を見に行ったっていい。ただこのまま彼女のことをやり過ごして何年後かにおめえが後悔するようなことにはなってほしくねえ。一番お前出過ぎたことを言ったかもな。何言ってんだ、俺から頼んだことじゃねえか。ありがとな、おかげで背中を押してもらえたよ。おう、そうだよな。まだ今分かってるのはマリーらしき人がハワイにいるってことだけだ。あいつがどうしてるのか、困ったりしてねえか、とりあえずそこまでは確かめねえと。達者でやってるといいな、マリーさん。そうだな。その場合もう俺の出る幕はねえけど、あいつが幸せでいりゃそれが何よりだ。はあ、大人だな、トミーは。なんでお前が落ち込んでんだよ。いや、偉そうなこと言ってあれだけどよ、実は俺の方も煮え切らなくってさ、プロポーズした子がいるんだけどよ、その後ずっと返事をしてもらえなくてよ。おいおい、そんなお前にアドバイスされた俺の身にもなれよ。やっぱそう思った。よかったら俺のアドバイスいるか。どうかな。トミーがマリーさんの幸せを見届けたら聞くとするよ。まったく、最後に締まらねえ話になっちまったな。ね、こういう時は飲んで酔っちまうに限るだな。
よ、トミー。そうか、やっぱあれか、顔に出ちまうか。まあ詳しく聞かせてくれや。相談なら乗るぜ。大体察しはついてるだろうけどよ、マリーを見つけたんだ。おう、ついに。マリー見たっていうビーチに行ったら偶然な。昔はどんだけ探しても見つからなかったのに。うん、やっぱり噂通りしばらくハワイを出てたんだろうな。遠目に見ただけだけど間違いなくマリーだった。じゃあ声はかけなかったのか。かけられねえよ。マリーの隣には新しい彼氏がいたからな。そうか。どんな様子だったんだマリーさん。あくまでも遠目に見ただけの印象だけどな、二人すげえ仲良さそうだった。誰が見たって恋人以上に見えたろ。手つないでお互いを見つめ合って。それはつまり幸せそうだったってことか。いや、まあでも俺と暮らしてた頃はもっと幸せそうにしてたんじゃねえかな。少なくとも彼女の無事は確認できたな。ずっと消息不明だったんだろ。大きな前進だ。ああ、おう、確かにその通りだよ。まずあいつが元気そうでそれだけで十分だ。ただなんというか、俺がいなくても全然問題ねえってのはちょっと寂しい気が。だろうな、気持ちはわかるぜ。だよな。それにしてももう少し近寄れなかったのか。本当に遠目に見ただけで引き上げちまったのかよ。だってよ、もしも新しい彼氏とうまくいってんなら俺は邪魔者でしかねえんだぞ。なのにこっそり近づいてってバレたりしたらマリーの新しい恋を台無しにしちまう。確かにな。じゃあよかったら俺が代わりに確かめに行くか。お前が？さりげなく二人に近づいて二人の雰囲気を探ってみる。お前にそんなもんわかるのか。まあそばでしばらく見てりゃ大体の見当はつくんじゃねえか。いや、そもそもお前だって空気読めずにプロポーズ失敗した男だしな。まあそんなことよりマリーさんのことだ。新しい彼氏ってのはどんなんだったよ。年は40代かな。金は持ってる風で清潔感あったな。なるほど。他には？体格は普通というよりは線が細いタイプで、腕っぷしより頭が良さそう。あと優しそうだった。それに対するマリーさんの様子は？すげえ幸せそうって感じだった。そっか。あれ？おかしいな。それじゃもうあいつにとって俺はお呼びじゃねえってことか。そう結論を急ぐなよトミー。だいたいおめえはこのままにしておけるのか。え？正直俺はマリーさんのこと顔も知らねえけどよ、ここまで来たら俺だって彼女の幸せをちゃんと確認して、俺がそう思うくらいだ。おめえの気持ちはわざわざ言うまでもねえだろ。一番、じゃあお前俺にどうしろってんだよ。マリーさんと直接話してみたらどうだ。もしかしたら彼女もそのためにハワイに戻ってきたのかもしれねえ。まさか。そりゃこっちの都合のいいように受け取りすぎだろうよ。あとやっぱり迂闊な真似してあいつを困らせるのだけは嫌だ。少なくとも今はまだマリーの間に出ていく段階じゃねえよ。そっか。いやそうかもな。話聞いてくれてありがとな一番。
実際それだけでもだいぶ救われてんだ俺。何言ってんだよ、話聞くくらいなんでもねえダチじゃねえかよ。まだどうするか決めてねえけど、マリの件、このままじゃ俺が困ったり迷ったりした時に助けてくれるダチがいるってことも乾杯した方が良さそうだな。ああなんでお前相手だとこんなにペラペラ話せしまうのかな。しみるな。編集できるよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。頼むぜ。よっしゃ。目指すはデートだ。よろしくお願いします。よっしゃ、いい反応だ。あの、
そうだな、これだ。なんて階層か。どう？気が合いますね。喜んでもらえたみたいだ。特別ですよ。まずいだろうこれ。なんて階層か。これにしよう。そうだな、やったぜ。素敵です。喜んでもらえたみたいだ。良いものをいただきました。あの、なんて階層か。これにしよう。そうだな。喜んでもらえたみたいだ。どうです？なんて階層か。これにしよう。そうだな。いいぞ。楽しみだな。待ってる間緊張でドキドキが止まりませんでした。でも今日はもっとドキドキさせてくれますよね。
それじゃあ乾杯します。なんだか暑いですね。これ以上脱いだらダメですよね。今日は私の全部をさらけ出しますね。ちゃんと受け止めてくださいね。隣空いてますよ。調子いいね。なあ、ちーちゃんよ。ん？あかねさんってよ、どんな人なんだ？なんでそんなこと聞くの？いやさ、俺にとって茜さんってやっぱ母親っつうよりも俺のおやっさんが惚れた人なんだよな。俺にとっておやっさんってのは人生の目標みてえな人だから、そんなおやっさんが惚れた相手ってのがどんな人だったのか気になってよ。
なるほどね。なら私がどうこう言うのを聞くよりも、早いとこ茜さん見つけて直接お話しするのがいいと思うよ。変な先入観持たせちゃうのも嫌だし。そういうもんか。そういうもんよ。でも一番はいいね。え？何がだ？一番がどう感じてるかはさておき、実際茜さんは親御さんかもしれないわけでしょ。そういう家族に会いたいって思えることがいいなと思って。ちいちゃん。あ、おい、着いたみたいだぞ。あのマーク、パレカナじゃねえか。パレカナ？ハワイのあちこちでボランティア活動やってる団体だよ。炊き出しとかビーチのゴミ拾いとかいろいろな。ボランティアに興味あるなんて意外ね。一度パレカナのフードバンクに行ったことがあるんだ。フードバンク？スーパーやレストランの廃棄食材を集めてホームレスとかに配るんだよ。トミー、そんな活動してたのか。立派じゃねえか。ヤグダ、もらいに行ったんだよ。そっちかよ。何かご用でしょうか？突然押しかけてすんません。俺たち、茜さんって女性のことで。もしかして見つかったんですか、茜さん。先ほどはすみません、てっきり警察の方々かと。いえ、こっちの方こそぬか喜びさせちまったみたいで。私、ここで働いているデイナと申します。そんなに？なのに突然いなくなってしまって。茜さんがいなくなったっていうのはいつのことなんですか？もう13日も前になります。書き置きが残されていて、それっきり。13日。ちーちゃんが茜さんがいなくなったって言ってたのとちょうど同じタイミングだな。そうだね。レイナさん、書き置きには何て？事情がある、退職しますって一言だけ。責任感の強いあの人がそれだけでいなくなるなんてありえない。でも字は確かに茜さんのものでした。警察には届けたんですか？もちろん。でも筆跡鑑定で書き置きが本人のものと判断されて、なら事件性はないということで、詳しい捜査はしてもらえないままなんです。あの、何度も聞かれたことだとは思うんですが、茜さんの行き先に何か心当たりは？いえ、残念ですが。そうですか。Miss Dana, you won't believe it! Yeah, the tomatoes we planted turned out huge! Wow, I see that. Why don't you share some with our guests? Okay! Huh? Here you go! Oh, arigato na! Koryo umasou da! 施設の畑で栽培しているんです。へえ。Who are they? They're a friend of Akane's. Really? Does that mean Miss Akane's coming back? Sweetie, that's still gonna take some time. Oh, how long? I really want to see her again. I wish I could give you an answer. Hey, I know. Why don't you go fetch a watermelon too? Find the biggest one you can. On it!慕われてたんですね、茜さん。ここの子にとって茜さんは母親同然ですから、時々茜さんのことをハワイ一の子だくさんなんて言う人もいるんですよ。茜さんが面倒を見た子はもう100人以上はいるんじゃないかしら。
そんなにたくさん。ええ、ここで働いてもう40年になりますからね。40年。彼女が日本を脱出して数年後にはここで働き始めたことになるな。つまり沢城の頭が茜さんに会った時には彼女はもうここで働いていた。ここの子供たちのためにハワイに残ったってのか。デイナさん、茜さんの過去のことで何か聞いていることは？いえ、ご自分のことは話さない人だったので。失踪前、茜さんが誰かと揉めたり、恨まれていた様子は？茜さんに限ってそんなことは。あの人は誰よりも競技に沿って生きてましたから。競技？パレカナの競技です。私たちはネレシンの教えに従い生きるパレカナ教の信徒なんです。ああ、そうだったのか。パレカナってのはボランティアグループだと思ってたぜ。最近はそう思われている方も多いですね。ですがこれでもハワイで数百年の歴史を持つ教団なんです。へえ、数百年か。年季入ってんだな。ええ、パレカナはネレという火山の女神への信仰が起源とされています。火山信仰か。確かにハワイは活火山で有名だな。ええ、ハワイに住む私たちの生活は古くから火山の動向に大きく左右されてきました。火山は私たちにとって恐怖と破壊の象徴であり、それと同時に恵みと再生の象徴でもあるんです。その壮大な存在感に神格を見出すのは人としてごく自然な流れなのだと思います。ええ、日本の火山信仰もよく似た思想がありますね。なるほどな、万国共通の感覚ってやつなのかな。私たちはネレシンが心穏やかに過ごせるよう常に自然の声に耳を傾けて生活しています。もしも人間が自然や火を粗末に扱うものなら、その逆鱗に触れてしまうので。だからパレカナのマークは火の形をしてるんですね。はい、パレカナにとって火はとても神聖なものです。京都の家や施設では絶えず火を灯して消えないよう心がけています。ああ、そういえば。茜さんの寝室にろうそく型の LED ライトがあった。もしかしてあれって。茜さんぐらいのお年になると火の不始末があると怖いですからね。そういう簡略化したものを備える方も大勢いらっしゃいますし、教団としてもそうしたやり方を推奨しています。火は神聖なものか。さっき子供たちが火の前では静かにしたのはそういうわけか。ええ、風で消さないように幼い頃から習慣づいているんです。へえ、でもなんでまた養護施設を運営してるんです？これも教義に基づくものです。火山信仰を起源としてパレカナでは自然とその中に生きる他者にも慈愛を持って接することを定めているんです。そうすることでネレシンの住まう世界に近づけると。それで養護施設か。大したもんだ。他にもホームレスの皆さんへのシェルターや母子家庭への支援施設など数カ所を運営しているんですよ。俺パレカナのフードバンクに飯もらいに行ったことがあるぜ。だけど全然勧誘されなかったな。不況のための行動ではありませんから。何の見返りも求めないか。随分と立派な教祖様だな。ここの子供たちはパレカナの信者のようにも見えるが。強制ではありません。ただスタッフが強度ですので
子供たちは自然と影響を受けて京都になることを希望します。特に茜さんの影響は強いと思います。みんな茜さんのことが好きですから。信仰心が強かったんですね、茜さん。ええ、あの人に欲があるとすれば弱き者を救いたいという願いくらいです。だから感謝されこそすれ、恨まれたりするようなことは決してありません。だからどうして姿を消したのか全く見当がつきません。ここでも茜さんの手がかりはなしか。All right, Dana. We've grabbed all we can, so I'm gonna haul this over to the food bank. Hey, thanks, Callan. Any chance we can throw in some meat or fish to go with it? I wish, but I don't see any fishermen or butchers around here. Think we're good to go with what we got? Well, I guess this'll just have to do then. あの、何かお困りごとっすか？今日はうちがフードバンクの食べ物を担当する日なんです。野菜は提供できるんですが、それだけでは栄養が足りません。以前は茜さんが声をかけていろんなお店が食べ物を持ってきてくれたんですが、彼女がいなくなってからぱったりと提供が止まってしまって。正直茜さんの人望で食べ物が集まっていたんです。お恥ずかしい話、僕らはどこにどう声をかけたらいいかもわからないありさまでして。だったら俺たちにやらせてくれねえか。え？食べ物集めだよ。俺たちがハワイ中を回って声をかけてみるぜ。なんで春日さんが？別にボランティア精神とかそんなんじゃねえさ。ただもしかすると茜さんの手がかりがつかめるかもしれねえと思ってよ。確かにな、茜さんのルーティーンをたどってみるってのは悪くないかもしれねえ。いいんじゃないか。現状他にやれることもなさそうだ。ただやる以上は迷惑かけられねえぞ。そりゃもうやるからには全力でやらせてもらいます。なるほど、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。カロンさん、彼らをフードバンクのステーションまで案内してあげてください。わかりました。お願いしたいことは非常に簡単です。もらった食べ物をここに集めてほしいんです。ただ一つだけ決まりがあります。食べ物なら何でもいいというわけではありません。ハワイ産の食べ物だけ？パレカナはハワイの自然との共存をモットーとしています。だから食べ物に関しても地産地消を理想なので、魚でも肉でもハワイのものを。なるほどね。任せとけ。そういやハワイでも意外と醤油、海外に行ったら醤油は。それはハワイがちょっと特別かもね、日本からの意味。へえ、そういうことだったのか。でも日本。そんなこと言ったらに。そうでしたっけ。ああ、九州の醤油は。え、甘い。ああ、だから煮物も甘くなるんだ。まあ今となっちゃその味も好きになって。なるほどな。じゃあいずれ俺らもハワイ。そうかもね。
ツアーガイドの解説が分かりやすい。いやー、こっちこっち。アロハ。Thank you。いらっしゃい。いらっしゃい。あの、いらっしゃい。ありがとう。よ、トミー。ああ、ちょっと付き合ってくれよ。の？どうした？いい話のけ。とにかく座れよ。実はちょっと急展開があってさ。もったいぶるじゃねえか。マリーの彼氏と差しで話してきたんだよ、俺。で、彼女とのことをいろいろ聞き出してきた。え、それはまた、どうやって？まず、マリーの友達を捕まえてよ。彼氏の素性を聞き込んだんだ。名前は近藤さんっつって、大学教授だった。ああ、海洋なんとかっつって、早い話が海の専門家らしい。年齢の割に、もうその筋じゃ有名で稼ぎもある。テレビに出たこともあるってよ。おお、なかなか頼もしい肩書きだな。なんだよ、お前らしくねえぞ。男の良し悪しは仕事や肩書きだけで決まるもんじゃねえ。まあそりゃそうか。だから俺は近藤が一人になるのを待って直接話しかけてみたわけよ。ただし偽名を使ってな。ちょうど向こうもハワイに慣れてなくて道に迷ってる風だったこともある。いつの間にそんなことやってたんだ。奴がどんな男かマリーのためにどうしても確かめる必要があったんだよ。じゃあそれで何も知らないふりしてその近藤さんと話し込んできたってわけか。なんか脇の雨男でよ、一杯おごるって言ったら嬉しそうに何の疑いもなくついてきやがった。俺も呼んでくれりゃよかったな。俺だってマリーさんのことは気にしてんだよ。お前はお前で忙しいだろ。そんなお手間を取らせらんねえよ。それで近藤さんとの話はどんなだったんだよ。あ、さっき言ったけど俺は偽名使ってさ、マリーと同じ大学にいたトーマスって設定だ。話の流れでさりげなく出身大学を聞かせたら、早速実は僕の彼女も同じ大学なんだよと来た。なるほどな、その流れでマリーさんの話を聞き出そうとしたわけか。あ、近藤とマリーが知り合ったのは彼女が昇進してハワイを出た後、観光客相手の仕事を転々とした先で海を調査中の近藤と出会ったらしい。そういやマリーは海とか魚が好きだったんだよ。まああいつらしい出会い方だ。で、いろいろあって先に惚れたのは近藤。1年付き合って最近婚約まで行ったらしい。結局のところ俺は近藤としばらく話したが目立ったあらはなかった。学者って割にはなんかアホそうだし
能天気すぎる気もしたしな。もっと致命的におかしなとこがありゃ、適当に喧嘩でもふっかけてボコってやろうとまで思ってた。おいおい、よせってけどよ、その時気がついたんだ。近藤相手に俺がバカやって傷つくのは他でもね、マリーだ。そもそも客観的に見りゃ俺は前科持ちで、この間まで病の使いっぱしりだったじゃねえか。大学で学士やってる近藤と俺とじゃ比べるまでもね。もう俺にできるのはおとなしく身を引くことだけ。遠くからマリーの幸せ願うくらいは見逃してもらうさ。遠くからってマリーさんたちはすぐ近くにいるんだろ、ハワイに住んでんだから。いや、ところがそうじゃねえんだよ。え？二人はもう何日かしたらハワイを立って本格的によそへ移るそうだ。もう今度こそ俺とマリーが会うことはねえだろ。マジかよ。近藤がマリーから聞いた話じゃよ、彼女にとってこの島は辛い記憶を思い出さずにはいられないんだってさ。あの鈍い近藤には何のことか分かんなかったようだが、俺は知っている。マリーは幸せになるはずだった人生を突然壊されて、俺に別れを告げる気力さえなくして姿消したんだ。忘れられるもんなら忘れた方がいい。それであいつが上向いて幸せになれるならよ。だから俺はもうあいつの前には出てっちゃいけねえんだ。トミー、泣きたきゃ遠慮せず泣いていいんだぜ。よせ、泣くかよバカ野郎。いい大人がみっともね。そうか。そんなところもおめえらしいよ。おかげさまでこれで全部お前にぶちまけた。俺も踏ん切りをつける。あとはそうだな、マリーと近藤がハワイにいる間ばったり出くわさねえようにしねえと。そっか、なるほどな。そりゃ確かに。まばったり鉢合わせたら人違いだと言い張りゃいい。俺は気のいいトーマスさんを演じ通すぜ。そんな場面が来ないように祈るよ。もし来たら俺はどんな顔してりゃいいかわからねえ。そいつは見物だ。乾杯して祝おうか、トミ。マリーさんが幸せになりますようにってな。ああ、そいつは応じないわけにはいかねえ。世界のどこかでマリーが幸せでいると思えば俺の人生も報われるってもんだ。じいちゃん、どうも。お先にいただいてるよ。だな。ここ座っても？ええ、どうぞ。ああ、そういやこの前じいちゃんと二人で飲んだ時はあれだ、結構ひどい目にあったんだったな。そうだったね。薬盛られて全裸で放り出されちゃって。またそうならないように注意して。なんだかもうずいぶん前のことだった気がするぜ。いろいろあったからよ。知り合いが誰もいなかったはずのハワイで、なんとも賑やかな毎日だ。そこは一番の人望よね。ほんと、あっという間に仲間ができちゃってさ。友達作るのってそんなに簡単だったっけ？
それ以上に敵も多いんだけどね。確かに。私はこうしてると父と飲んだことを思い出すな。ちいちゃんの親父さんっていうと富士宮家の一番偉い人？会長って呼ばれてる。いつも仕事の取り巻きがいてね。逆に家族っていうのは彼にとってお飾りみたいなもの。お飾り？なんだいそりゃ。偉大なる富士宮グループの代表なら理想の父親として家族にも愛されてなきゃ。母や私はそのイメージを演出するための道具に使われることが多かったわけ。うちの家族写真を撮るときなんてスタッフだけですごい人数、企業の CM みたいだったからね。あんまり親父さんを好きじゃないんだよね。まあそうだね。良好な親子関係とは言えない。親父さんとはよく飲んだのかい？ん？さっきその時のことを思い出してたんだろ？ああそうだね。でも父と飲んだのは一度だけ、ハワイに来る前に。しかも楽しかったわけじゃない。親と二人きりで飲むなんて気まずくない？どうかな。俺は今まで親と飲む機会がなかったもんでさ。ごめん。いいって全然。それよりじいちゃん、親父さんと飲んだ時はどんな話をしたんだい？ね、どうだったかな。会社の株がいくらになったとか、組織を再編してみたけどあれがダメだ、ここがいらないとか、そんな話。多分向こうもそんな話くらいしかなくて間が持たなかったのかもね。けどじゃあなんで二人きりで飲むことになったんだい？父から誘ってきたの。当時は私がハワイにいつまでいるかも決まってなかったし、しばらく会わなくなるから少しは親子らしくなんて思ったのかな。形だけでもさ。何でもそう後ろ向きに取るもんじゃねえぜ。私には一番がちょっと羨ましい。どこが？だって一番はご両親のこと大好きじゃない？ハワイに来たのだってお母さんに会うためでしょ？私は親をそんな風に思えなくて、それがちょっとコンプレックスだったりする。今からでもきっと親に関心を持てるよ。まだご健在なんだろ？そうだね。それはそう。年だって一番と大して変わらないし。は？いやそんなわけ。ちいちゃんの親父さんっていくつだよ？50過ぎ。なるほど、確かにそんな変わんねえんだな。一番とお酒飲むのってなんだか落ち着くね。そうかい？俺もちいちゃんと飲むの楽しいぜ。だからもう薬持ったりしねえでくれよな。何の話だっけそれ？ごめんね、もう忘れちゃった。さすが、そういうとこが大物だよな、ちいちゃんはよ。いつでもやれるぞ。